こんにちは、ボートレースライフナビゲーターの幸せの招き猫チョコです。今回は過去2戦2敗中の一点外企画のリベンジを果たしたく、ナイター5条の各11、12レース限定1、3、4の一点外10レース買えばプラス収支になるを検証します。本日開催の5条は下関、住之江、蒲郡、桐生、丸亀となっております。それでは早速購入していきます。まずは桐生、レース選択11、12を選択し、通常投票で1、3、4、1点1000円購入していきます。11レース12レース1000円をずつ2000円購入します。はい、続きまして、蒲郡、同じく、11、12レースを選択し通常投票の1、3、4、1000円で2000円購入します。はい、続きまして住之江、同じく11、12レースを選択通常投票で1、3、4、1000円で合計2000円。はい、 OK です。続いて丸亀、11、12レースを選択し通常投票の1、3、4、同じく1点1000円合計2000円を購入します。はい、続きまして下関、同じく11、12レースを選択通常投票で、1、3、4、1000円、1点1000円で2000円、次へで2000円購入します。はい、これで1万円分購入が完了しました。それでは実際にプラス収支になるのか検証スタートです。坂井康史です。はい、まずは1レース目、下関の第11レースです。予選特選となっております。このレース1号艇は馬場選手、3号艇が小林選手、4号艇が北川選手の1、3、4、お願いいたします。まあ、ここは馬場選手は逃げてくれるでしょう。あとは3号艇の小林選手がまくってついていけ。スタートしました。おお、3号艇いいよ、3号艇いいよ、そこからギュッとまくっていけ。よし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 、1、3、4、2号艇、2号艇が残ったか。1号艇馬場選手はもう完全抜けた。あとは3号艇が2着まで。さあ、ここで先前あかんか。1、2、4、さらには4号艇の北川と入っています。1、2、4か1、4、2か。3号艇はちょっと遠いか。そこからの2着は厳しいか。内側をくるっと回っても追いつかない。残念。ボートを流してダッシュで4号艇、はい、続きまして住之江の第11レースです。このレース、1号艇が太田選手、3号艇が夏山選手、4号艇が湯川選手となっております。1、3、4、12秒針の回転となっています。さあ、頼むよ。風が強くなって風速4メートル前後、住之江、地元大阪、太田選手はまあ逃げるというか、この6番の枠成り3対3、レースは全員大阪勢。1秒、今スタートしてきました。好スタート。インコースから1号艇の太田、そして角から2号艇、センターから3号艇、この辺りに出ていきます。いいよいいよいいよ、4号艇差してこい、差してこい。5号艇、後ろ4番、6番です。バックチェーン陰性からの1号艇の太田和美が今日連勝へと向かって一定心で迫ってくる。2号艇の新井秀孝、3号艇、5号艇が並んできて、後ろ6号艇、最後方に4号艇の湯川となっています。スタートは専用でした。これはラインターンマーク、トップは1号艇人気の太田、2番手争い突っ込んでくる。5号艇の不登校、2号艇、3号艇がさあ控えしてきますが、2番手争いはさあここで2号艇と5号艇両者が接戦となり、2周目とあります。現在はわずかに2号艇の新井ですが、外から1
見せているのがこの綱広江でもありますが、さあ続きましてガマゴーリの第11レースです。このレース1号艇が松竹選手、3号艇が松本選手、4号艇が平田選手となっております。ちょっと頼む、早いうちに1レース当たってくれ。1回当たればうまいこといけばプラスの世界へ突入できるはず。1、3、4、競争第11レース松崎選手逃げろよ。あー4号艇がちょっと覗いてるか。あーでも大丈夫か、これは1号艇は逃げるか。これで3号艇ついて4号艇、あー2号艇残った。2号艇が残ったか。1、2、3かな、1、2、4かな。さあここのターンマークで内側を刺して2号艇膨らめ。あーダメ、1、2、はい、もうこれは1、2ですね。残念。角1には4号艇の上村。はい、続きまして4レース目は桐生の第11レースです。このレース1号艇柴田選手、3号艇が一柳選手、4号艇が上村選手となっております。1、3、4、4レース目この辺りでそろそろ的中をお願いします。最終の新入体系定まって体系はインコースから 12倍以上でプラス収支、10倍以上でプラス収支。番の体系で今スタートしました。6号艇の席はちょっとスタートをどうなる。3、4覗いてるか。インから逃げて3号艇と4号艇ついてこい。内側から4号艇ちょっと狭いところ、バックストレッチの向上面になります。よし1、3は OK。 ここは陰線を仕切って、よし1、3 OK よ。柴田光リードは3停止、単独リバンテリー。あと4号艇、3号艇の1内が不意上、3番手4号艇頼む。さらに外開いて4号艇、そこから2号艇を先に生かして内側をズバッと刺してきて、赤握った。あー握ったら後ろ行っちゃう。行っていった4号艇、1、3、2、そして6、4、5という体勢でありまして、レースの方が2周目入っていきます。ワンチャンないか、ここでもう一回、もう一回。になりました。1号艇の柴田、そして2号艇が行った後、内側をくるっと、くるっと、くるっと。バックストレッチ向こう上面、上位の体勢でありますが、どうどう。1番、3番、2番の体勢ですが、左内郎からぐーんと接近して、4号艇の上村が、来たよ、来たよ、来たよ。もうかという体勢でありまして、3番だらけは、偶数号艇の3社という形になりまして、向こう上面です。よし、よし、先回った、先に回った、先に回った。あー、いけ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 、よし。上位の体勢は1番、よし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 、来る、これ来る。この3番手争い並ぶ形になりまして、今頼む4号艇、直線では若干部外か。4号艇の上村、そして進路を打ちまして6号艇の関が追走。しかし今度は6号艇、さらには4号艇が全速ターン、全速ターン、あーっかー。ストレッチ向こう上面に入っています。上位の体勢であります。来てる来てる来てる。3番、さあ相変わらずこの3番手争い、来い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 、頼む頼む。となっています。さあ3番手争いはどうなりますか。うおー、デッドヒート、これはちょっとドキドキ。内側をくるっと差し込み、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 差し込み。争い接戦ですが、6号艇がわずかに優勢か。あー、6号艇が出た。柴田ゴールイン、2着には3号艇、1車内ゴールイン。どうなる。争いでありますが、6番、あー、6、4か。最高峰は5番、新田ゴールイン、3連単の1、3あります。ダッシュの算定です。さあいよいよ前半最後の第 5レース目、丸亀の第11レース予選選抜戦となります。1号艇秋山選手、3号艇中村選手、4号艇小野寺選手。頼む、前半で一つ的中させてくれ。的中をお願いします。1番、2番、3番、ダッシュ、いいよ、3号艇いいよ、3号艇いいよ。スロー、3艇が好スタート。1号艇秋山、2号艇木村、3号艇中村、いけ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 。インから先手は1号艇秋山、3号艇がまくり出した。そうよし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 、あかん、143はあかん、134で、134で、134でお願いします。もう2着と3着変わるだけ。いよいよいよ、先回って先回ってそのままいっちゃえ、先回ってそのままいっちゃえ。あー刺さったか。いやまだわからん、頼む。ここはチャンスよ、134あるよあるよあるよ。そっから内側じゃなかった、握ったか。
向こう上面へと入っています。おー、143、ここ2番手3番手差がつきました。2停進半差1番4番3番の体制、後方2号艇6号艇5号艇6艇これより2周にマークエイドを追加。頼むワンちゃん、なんとかしてくれ。1号艇秋山広勝、134で号艇内側をくるっと差し込み、差し込み、差し込み、よし、さあ縮まったんちゃう、さあ縮まったんちゃう、外から4号艇、これは分からんよまだ。3号艇中村北も最終周回へと入っています。よし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 、内側から、お、 13.2倍、よし、内側からくるっとくるっとくるっと、中村が逆転、よし、4号艇小野寺となっています。134 13.2倍、これで的中すればプラス確定。しっかりインから押し切りました。先頭は頼む、もうそのまま134、よし、イエス、やった、1点が134的中です。やったー。でも角に持ち出します。さあ、いよいよ後半戦、各場第12レースの最終戦となります。最終戦1レース目はまず下関ゴールデンウィーク特選、1号艇寺田選手、3号艇海野選手、4号艇大峰選手でなっております。134、さあ来い。先ほど一つ的中して 13.2 倍があったので、もうプラスは確定、プラスの上積みをお願いします。1号艇の寺田が覗いていきました。逃げるのは1号艇の寺田翔、2号艇の谷村が2コースから、4号艇もついてこい。待った3号艇の運の、あー、どうなる。よしよしよし、13、2、4も来てる、4も来てる、これを追いかける3号艇の運の、4も来てるよ。4号艇5号艇がこれ、ちょっと5号艇が邪魔してるか。寺田がトップで回る。2番と5番の3、4させてこい。いやー、あかん。2号艇の谷村も攻めのハンドルでしたが、1号艇これは132か123か、4号艇どこ。運のと2号艇谷村が並んでいます。 5番手、3艇が僅差で、現在4号艇5番手、あー、また間挟まれた。寺田、続いて3号艇の運の外に続いて、これはダメか。あー、また行き先がなくなった。うわー、大失速。4号艇が大失速です。さあ、7レース目です。住之江の第12レースとなります。1号艇が松井選手、3号艇西村選手、4号艇畑選手となっております。今節住之江はオール大阪の大会となっているようですので、全員が地元勢、その中でもやっぱり王者松井選手は逃げてくれるでしょう。1秒、今スタートしていきました。さあ、スリットをセンター、アウト勢から3号艇、4号艇、3号艇、4号艇、いいよ。マークインから先手打つ1号艇、まずは松井選手が逃げて3号艇、4号艇、いけ。4番、5番、6番で、バック、2号艇が残った。1号艇、まずは人気の松井茂。さあ、2番手集団固まって、か、わずかに2号艇の田中、その後ろから4号艇、5号艇、3号艇で、後方6号艇の鶴本、なおスタートは正常でした。第2ターンマーク、トップがそこにいて、この第2ターンマークで、どうなる。さらに懐5号艇、3号艇、手が差し出た。2番手争いは内外で広がって、よし、まだ分からん、まだいける、まだいけるか、ちょっと3号手遅れたか。2号手の田中慎一郎と5、4、2が固まって2番手争いが接戦。2周目で出したマーク、その接戦してる間に3号手がひょろっといけ、ひょろっと、号手後ろ2号手、あーかんか、1、4、5、が入れ替わって4号手と、あー、3号手が2着はもう厳しいか。アウトコースに4号手の畑コース、外からでも決定力。さあ、8レース目、ガマゴーリの第12レース、優勝戦となっております。このレース1号艇は岡村選手、3号艇岡田選手、4号艇吉川選手の1、3、4、2戦目2回目の的中を、この辺りでプラスの上積みをお願いします。あかん、4号艇遅れてる。3号艇の方トップタイミング、2号艇遅れてる。この間に1号艇の岡村正史がイン主導権、3号艇まくり刺してくる。鋭角に入るか、あー、まくり刺さった、まくり刺さった。スタートはゼラク、あー、3号艇か、3号艇の岡田がえぐった好戦回、3、1、4、正常1号艇続く岡村正史が差し返しを狙う。これで1号艇が、あー、握ったらもうあかんやろ。さあ、
候補、2番6番カランディールが、はい、3頭中村太平切り込んだ、岡田選手優勝おめでとうございます。4号艇、4号艇の野村。さあ残すところはあと2レース、桐生の第12レース特選戦となります。1号艇山崎選手、3号艇橋本選手、4号艇野村選手の1、3、4、ここお願いします。オレンジの12秒進行、最後の回転を始めています。頼むよ。開催2日目最終競争は1、3、4、特選第12レース進入体系インコースから1番、2番、3番、4番、5番、2号艇がいいか、2号艇が覗いてるか、スリット通過大きな差ありません、1周1マークの前から最初の勝負、伸び返せ、よし、1号艇が逃げて3号艇、4号艇、来い、バックストレッチ向こう上面でありますが、さあここは陰性を仕切る構え、1号艇、その後2番手追走でありますが、2号艇、3号艇が残ったか、3号艇、4号艇、最内野から6号艇の浅見もぐーんと伸びていこうかという体勢でありまして、どうなる、まだ分からん、ここから3号艇が刺さってこい、ここから今度は6号艇あたりも接近いたしまして、さあ2番手争いは激戦という形になってどうなんのこれ。上位は現在ここで1番、そして最内をついた5号艇の鳥塚が2番手が、しかし外のから2号艇まだ分からんぞ、最内の方から今度は3号艇の橋本接近、2番手争いが激戦となっています。で4号艇も内側差し込い、2番、あー膨らんだ、1号か、から今度は3号艇、さらに5号艇が差し込んでまいりまして、まだまだ三つ萌えのこの2番手争いという形、若干遅れを取ったのが4号艇の村と6号艇の3号艇、5号艇が抜けたか、ちょっと上体勢は現在は1番、5番、3番の体勢、しかしこのターンマーク、ここで勝負、ここ勝負よ、まだまだ分かりません、この2番手争いですが、1号に5号艇の鳥塚、上体勢は1号にか、1番、5番、その差6艇進出、はい、とうとうラスト10レース目は丸亀の第12レースドリーム戦となっております。1号艇片岡選手、3号艇大見選手、4号艇中岡選手の1、3、4、お願いします。なんかでもこのレースちょっと5号艇の石丸選手が怖い気がするんですが、なんとか1、3、4で2レース目の的中を、よし揃った、いいんじゃない、3号艇がそっからギュッと来い、あー5号艇、うわーやっぱりか、なんかそんな気がしたんだよ、5号艇が突き刺さった、外からは2号艇三島となっています。なおこれはもう無理、1、3、4はの目はもうない、3号艇が最高峰を走っておられます。いややっぱりか、なんかそんな気したんですよねこのレース、5号艇の石丸選手、あーまあしゃあないか、うん、512かな、はい、512です、おお 172.5 倍、満州的中された方おめでとうございます。はい、ナイター5条134の1点外、10レース中1レース的中となりました。総投資が1万円、回収金額が13,200円で、収支額はプラスの3,200円という結果となっております。的中率が 10%、 回収率が 132% となりました。1点外なので的中すれば、1回的中すればプラスになる可能性が高いんじゃないかなと思っております。今回は1レースのみの的中だったためプラスの3200円という結果に終わっておりますが、これもしも2レースもしくは3レース当たれば1万円の投資で倍以上の返りが期待できる買い方なのではないでしょうか。ただまあ1点買いなので全レース不的中という前回のような結果も十分考えられますけれどね、どうなるんでしょうか。もうしばらく試してみたい買い方ではあります。次回もぜひ見てください。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。チャンネル登録増えていくとものすごくやる気が出てきますので、ぜひぜひ
チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとコメントすべて読まさせていただいております。できるだけ返すようにもしておりますのでコメントもお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。ありがとうございました。